はいみなさんこんにちは日本の大学全部行った男山内太一です命名中日どうですかという話をしたいと思います、えー、名古屋のですね愛愛命中と言われる大学グループ愛知大愛知学院名城中京の次が命名中日とまあなんかめちゃくちゃ名古屋っぽいんですけど 中日ドラゴンズということでそういう学校のグループがあるらしいですね私も最近まで知らなかったんですがそれぞれの大学自体はよく知っておりますなのでこの名古屋東海地区の皆さんのために命名中日という4つの大学は一体どんな学校なんだろうって話をしますすまず最初の名は名ははは古古屋屋学学学学学学院大大大大でで次が名古屋学芸大学中は中部大学日は日本福祉大学です。 名古屋学院大学というのはキリスト教系の大学ですで、ここは八学部あるんですね経済省法外国語国際文化現代社会スポーツ健康リハビリテーションということで大きくはビジネス系国際系まあスポーツ健康系みたいな塊が多いんですが まあ、キリスト教系の大学としては結構伝統あるんですよ名古屋でもでもはなんでこれがその「愛愛命中」のような、まあ、一つ上とされる総合大学のグループにいないかといいますと実は今でこそ大きな大学なんですが長い間経済学部と小学部と外国語学部だけっていう、まあ、とってもコンパクトな学校だったんですね。そのために、まあ、総合大学に比べると、まあ、ちょっとパワーダウン気味みたいな評価を、まあ、名古屋で受けてたんですね。 でまあ、それは当然面白くありませんのでどんどんいろんな学問が学べるように規模を拡大しキャンパスも愛知県の瀬戸市という、まあ、ちょっと郊外にあったのが名古屋の街の中にドーンと引っ越してきまして、まあ、ブランドが上がってきた大学の一つです。なので、まあ、名古屋のいろんな大学の平校ととして一つ検討できるかなともう一つの名名古屋学芸大学。 でこれ一括りに4つのグループまとめてるんですけど学問分野は全然違うんですね名古屋学芸大学というのは東京学芸大学と違って私立大学ですそしてここは名古屋外国語大学と同じ経営母体なのでキャンパスも一緒なんですね非常にユニークな学部でできてましてまず管理栄養それからメディア造形これは芸術系です映像デザインファッションの学科でできているんですねそれからヒューマンケア学部 これどんな勉強するんだろうと、養護教諭と幼稚園、保育園、小学校の先生、それから看護ですね。このように名古屋学芸大学はもう国家資格を取ったり、何かの専門家になるということに力を入れている学校です。だからどこよりも偏差値が高いか低いかなんていう話よりは、この仕事に就きたいっていう人が目指す大学ですね。中部大学、ここはもともとは中部工業大学という工業大学で、 今も工学部が一番の中心ですなので名古屋は製造業盛んですから工学部のほとんどの学問領域を網羅してますのでまずは工学が中心の大学である。でここに文系の学部で経営情報国際関係人文人文というのは文学や歴史や心理ですねそれから応用生物学部いわゆる植物系のバイオなんですがここが中部大学の中で管理栄養士もやっています。そして 生命健康科学部もう一個バイオがあるのというよりはここは看護リハビリスポーツそれから生命医科学といった医療系の学部ですそして現代教育学部幼稚園保育園小学校または中学の国語か数学の教員免許が取れるという7学部でできていますこれが中部大最後日本福祉大学ここは社会福祉の伝統校で全国的に名前を知られています。 社会福祉学部では社会福祉士はもちろん保育士も取れますでここも総合大学なので他に経済学部それから教育点心理学部ここは子ども発達学科は幼稚園保育園小学校それから心理学という領域があるんですね国際福祉開発学部これ社会福祉じゃなくて大きくは国際系学部です国際系の勉強の中にまあ福祉の要素が少し入っている 国家資格としての福祉系ではありません健康科学部ここは理学療法作業療法介護福祉それから情報工学や建築バリアフリーといった、まあ、リハビリや建築といったことを大きく健康というくくりで扱っているであとは看護学部とスポーツ科学部がありますこのように命名中日というのは名古屋学院大学以外は、まあ、名古屋学院大学もそうなんですが。 ある程度国家資格を取ったり何かの専門家になるぞという大学のグループであって偏差値順になんとなく存在しているというよりはそれぞれの学科をよく調べて私は僕はどれに行きたいんだろうということを考えたらいいんじゃないかなと思いますぜひご検討くださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまた メガスタのラインにご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください